シャンドスレコードは1979年にイギリスの実業家ブライアン・カズンズによって設立されたクラシック音楽を専門とするイギリスのインディペンデントレコードレーベルである。現在はブライアン・カズンズの息子であるラルフ・カズンズがマネージングディレクターを務める。収録はイングランド・コルチェスターのオフィスで行われている。シャンドスという名称は 初代シャンドス公爵ジェームズ・ブリッジス1674年から1744年に由来する。シャンドス公爵が所有するカノンズと呼ばれるパラディアン様式の屋敷で、ヘンデルは1717 17年から1719年までの間、宮廷作曲家として仕えた。そこで、ヘンデルは11のシャンドス・アンセムのほか、エイシスとガラテアなどの作品を残している。 ロンドン SW1 のシャンドスプレイス通りは、公尺の名前にちなんで名付けられたものであり、当初シャンドスは、その通りの、シャンドスハウスにオフィスを構えていた。カズンズは、BBC の音楽クラブ、シャンドスクラブと上記の、シャンドスアンセムの両方から社名を取ったと言われている。シャンドスハウスシャンドスは、1963年設立の、 バンドミュージックの出版を手掛けるシャンドスミュージック及び1970年設立のシャンドスプロダクションズをその起こりとする。シャンドスプロダクションズはクラシックフォープレジャーのほかもっぱら RCA のイギリスのクラシック音楽を対象としたレーベルのために LP 制作を手掛けていた会社で、カズンズはフリーの音楽プロデューサー兼エンジニアとしてその業務を行っていた。 1979年、RCA がロンドンにおける業務から撤退したことに、伴い、ブライアン・カズンズは、シャンドスレコードを設立する。1983年以降、CD の一般への普及とともに、シャンドスはその業績を急激に伸ばしていった。特に、その専用の録音施設と高い技術から生み出される、優れた音質には、定評があり、シャンドスサウンドとも呼ばれる。 上記、申請採議の指揮をしたジェフリー・サイモンは、ブライアン・カズンズについて、大変優れた耳を持っており、常人には聞こえない音を聞くことができる、エンジニアだったと語っている。2005年には、クラシックレーベルとして、初めて、MP3 形式でのダウンロード販売を開始した。シャンドスのダウンロードサイト、ザ・クラシカル・ショップでは現在ナクソス、ルソ・ライブ、コーロ、 アビ、オニキスなど2015年時点で270を超えるレーベルの音源をダウンロード販売している。CD マーケットの変化と落ち込みにより社屋の移転やスタッフ削減を余儀なくされていたシャンドスであったがこのダウンロード販売によって救われたとカズンズは述べている。初期はイギリス音楽に特化していたが現在のカタログには知名度の高い作曲家の作品は もちろんのこと、あまり知られていない、イギリスの作曲家による、公共曲や、合唱曲、吹奏楽曲、室内楽曲が多く含まれている。例えば、ハーバート・ハウェルズ、ジェラルド・フィンジ、チャールズ・スタンフォード、アーノルド・バックスのような作曲家の作品を、リチャード・ヒコックス、ジャナンド・レア・ノセダ、ネーメ、ヤルビ、バーノン・ハンドリーといった指揮者が録音している。 初めて制作した録音は、ブロッホの神聖祭儀である。当初から、新人の発掘には力を入れており、初期の録音には、マリス・ヤンソンス、ナイジェル・ケネディ、キングズ・シンガーズといったアーティストが、著名になって EMI と契約を締結する前に、残した作品がある。1989年に始めた、古学専門のレーベル、シャコンヌでは、パーセル・カルテット、 コレギウムムジクム90、ソフィーエイツといったアーティストの演奏を扱っている。また、シャンドイコールムービーズは映画音楽専用のシリーズで過去の映画音楽のスコアを復元し、そのオリジナル版の録音を提供している。1990年のオペライニン,ングリッシュレーベルは、ピーター・ムアズ基金から援助を受けて開始した企画で、イギリス国外でも堅調な売り上げを記録している。 シャンドスから録音をリリースしたアーティストには、チャールズ・マッケラス、レベッカ・エヴァンス、ジュリアン・ロイド・ウェバー、アラン・オピエ、タスミン・リトル、ブルース・フォード、バリー・バンクス、クリスティーネ・ネブリュワー、レスリー・ギャレット、オラシオ・グティエレス、ネーメ、ヤルビ、サイモン・キーン・リー・サイド、宇田川・秀子、アレクサンドル・ナウメンコなどがいる。シャンドスは、BBC 公共学団、 指揮者のリチャード・ヒコックス及びピアニストのジャン・エフラム、バブゼとの間で録音に関して独占的パートナーシップ契約を締結している。ありがとうございます。